はい、今回もいいですね。もうこういうのを紹介しないと。俺のチャンネル全然跳ねへんやところで。パオロ・ポッジかな、これは。やっば。20年前のカードよ。20年ま、以上前よ。フォワードやのに全然能力ないっていう。センターフォワードか。81センチ。パオロ・ポッジ。やばくない？ちょっと。チェイシング。チェイシング、ディフェンシブフォワードってこと？やばいよね。さあ、ポッジさん、どんな人？ポッジさんは、もちろん現役を引退してるから、現在53歳、出身地がベネツィア、ベニーツィア、ベネツィア、ベニス。直近まではベネツィアのテクニカルダイレクターやってたと。裏方で頑張ってたということかな。最多出場がベネツィア。ベネツィアのあれやねんな。喫水のなんか、あれか？ベネツィアのアユース出身で、そっからいろいろ点、トリノ、ウディネーゼ、ローマに行ってんやん。出世してんじゃん。で、パルマ。で、ピアツェンツァ。で、ベネツィア行ったり来たり、アンコナ、アマモン。基本ベネツィアが多いんか。最多出場ってベネツィアからな。はい、米が炊き上がりましたと。あ、でもすごいぞ。セリア通算245試合で50ゴール。まあまあじゃん。ベネツィアの大砲ってことやん。すごいじゃん。ベニスの大砲やん。やるじゃん。プロ通算615試合。すげえな。体は丈夫やってんね。すげえじゃん。これなかなかの鉄人やん。ベネツィアの鉄人やん。鉄人か大砲かどっちにしようかな。どっちかにしようか。いや、すごいよね。ベネツィアの鉄人にしとこうか。いや、すごい。大砲にしようか。いやでもすごいよね。なかなかの頃掘り出し物じゃない？すごいインフォアだよ。いや、すごいじゃん。はい、だからそうね、ベネツィア市民何人とか知らんけど、これ全員チャンネル登録してほしいよね。ベネツィア市民何人ぐらい？ 10 万人ぐらいかな。全員チャンネル登録してくれよ。